今日、一緒に対談していただくのが K さん、お願いします。お願いします。 K です。カーサービスのディレクターと、あとユースクエイクに所属してます。お願いします。お願いします。はい。タトゥーお疲れした。ありがとうございます。可愛いの彫らせていただいて最高です。タトゥー納め、もうバッチリ。あ、そうっすね。いい感じの。もう、だって30、今日29か。今日29。こんな年の瀬にタトゥー彫るのは、ありがとうございます。なんか、そのタトゥー入れに来るついでに、対談やりたいって、うん、ぜひ言われた。応援します。俺らのせいですよね。いいですか、ね、もちろん喜んで。ありがとうございます。でも早速、うん、なんか質問を何個か用意したので、お願いします。お願いします。2人に対して投げかけていきます。まず2人の出会いについて教えてください。お2人の出会い、はい、出会いリクか。そうっすね。シュガーヒルシュガーヒルのデザイナーのリクが紹介してくれて、でカーサービスの確か展示会やってた。そうだ、ファーストのシーズンだったかな。 あれファーストだったの。そう、展示会始めて一発目のコレクションにリクヤが連れてきてくれた。そう、キラス車好きの面白いアンチャイルからちょっと紹介するよって。めちゃくちゃ年上なのにね。で、それが初めて出てすぐなんか3人でおもろいことやりましょうよみたいな、取り掛かろうってなってこれですよ。うん、第2弾、これが第2弾だったね。そう、スワットモーター。一発目はワンオフで古着のスウェット使ってやって、うん、2回目でもう早速アルファさんと別注みたいな、うん、早速っすね。確かに。いや、めちゃくちゃいいグレードアップだと思うけど、なんかいい感じにみんなのテンションもちゃんとね、うん、落とせてる。そうですね。来てないですけどね、今日ね。ごめんなさい。ちゃんと来てきたのに。来てきてない。今日飲み会行くよって言うから、じゃあ。全然気にせず。これでリク来てたら本当に俺恥ずかしい。先ほどまで、施術をしていただいたと思うんですけど、何のタトゥーを入れたんですか？今日はお猿さんのタトゥーを。お猿さんきっかけが、うん、MA1 のビジュアルをみんなで撮影しに行った時に、はい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 、年末にタトゥー納めしたいから、はいはい、って言ってレンにお願いして、うん、でレンが書いてくれて、うん、それをそのまま入れさせてもらって、うん、何のモチーフにすればいいか分かんないんだ。うん、そう、俺も特に決まってなかったんだけど、レンじゃあお猿さんでなんて。ちゃん俺的にはもう大満足な。あ、よかった。でチェッカーのフラッグをいきなりね、はいはい、注文したことによって俺的にはあれよかったっすね。いや、めっちゃいい感じ、うん、めっちゃいい。ケイさんタトゥー何個か入ってますもんね。そう、意外となんかワンポイントで。俺多分最初あって前回のスワップモータースの時に入れるってなった時にまだ1個だったんですよ。そうだそうだそうだ。足のか2個だ。2個だ。2個だった。そう、それからめちゃめちゃ増えてた。うん、すごい。そうだ、入れたくなっちゃって、あ、もう行っちゃおうってなって、そっからいろんな知り合いの堀市さん紹介してもらって、うん、Kさん入れてるタトゥーはなんかジャンルがこれみたいな感じでもない。ない、うん、ね、なんかいろんなタッチ、そうですよね、デザインが入ってた方が俺的には面白いなっていうのと、うん、もうそっちの方がオリジナリティやっていいかなっていうのと、うん、なんかガチガチに入れすぎちゃうとなんか俺ちょっと怖がられたくないの。でいいものにちょっとポップなのいろいろ入れてて、で、あんま見えないところに入れてるから、うん、割と気づかれないことがいいけど、うん、確かに、まあ、そうですよね。完全に自己満足だからいいかなみたいな。ほとんどの言わなかったら気づかないですもんね、うん、と思う。濁音なぐらいタンクトップがあるので
たいな、実はみたいな、エンジンじゃんあれかっこよかったですね。めちゃめちゃ、でもすごい、どうなってるのってすごい言われる、そのぐらいすげえ高い形だから、めっちゃびっくりされたけど、そう、自分の愛車のエンジンを一番心臓の近い部分に入れて、かっこよ、かっこいい、当分乗れるといいなっていう、うんうん、あれ治ったんですか、雨で止まっちゃうって。ああ、治った。あ、治った。晴れたら治った。しかも、車屋さん乗ってって、はい、橋本君、エンジンついたよ、みたいな、はい。何が壊れてんのって言われて。で、あるわ。なんか、湿度高いと、点火しづらくなっちゃう、みたいな。で、そのぐらいかな。全然元気で走った。よかったっすね。いや、めちゃめちゃ良かった。早く並べたい。並べたいですね。そんな感じで、なんかスワップモータースを1個クリアしたら、レンに1個入れてもらいたくて。確かに。そう、だからまた来年やるってなったら、また来年に入れてもらいます。ね。でも続けたい。年一ですごい俺的にいいなって思ってるから。ちょっといろいろ考えて。服じゃなくてもいいのかと思いました。で最近あれですもんね、アクセサリーのラインみたいなも立ち上がってですよね。そう、ディレクションを他でカーサービス一緒にやってるメンバーがやってるんだけど、はい、あ、そうか、そう、そういうのも降っていないようです。ナースさんですか。雨降ってないの。あー、優しいですね。ご丁寧にちょっと教えてくれる。おっそさっきの話がそれだとしたら君に何だそういうことかそういうことね、怖いね聞かれてんだ。めっちゃ会話に入ってくるんですこんな感じですげえ時間そのな記事でちょっと照れくさいかもしれないんですけど、うん、どんな経緯で今の仕事をしてるんですか。カーサービスとユースクエイクと普段プレスでも働いてて、ああそうね、そう、カーサービスとユース、そうだね、カーサービスとユースクエイクは本当に自分が若い頃からやりたいことがここまでちょっとずつ規模感大きくなって実現できてきてる感じで、普段はでも PR の会社にいて、なんか販売員やってた頃に、あ、自分プレス向いてるかもしれないみたいな。で、そこから会社入って、うん、プレスって何なんですか。プレスってなんて言えばいいんだろう、まあ、広告代理店みたいな感じじゃないかな、いろいろプロモーションして、うん、自分の周りの子にギフティングしたりとか、PR 代行みたいな、ね、そう、ブランドさんと一緒にビジュアル作ってみたりとか、ポップアップの打ち出しとか、だからなんか今の会社で働いていることがすごいパルプにも生かされてるかもしれない。確かにそうですね。で、こういったものが出来上がったり、新しいアーティストフックアップしたりとか、うん、面白そう。そう、なんかカーサービスで展示会ベースで服作って思ったんだけど、洋服のデザインを0から1にするより、1から10でいろいろなんか俺を編集する方が、なんか楽しいんだな、そっち側だって感じだね。それが普段会社で働いてる時の内容みたいな、うん、そうだ、うん、過酷だけど過酷そう、うん、まああとちょっと プレスってかっこいいなって思って入ったらクソ厳しかったって分かります、ね、プレス、PR めっちゃ聞こえいいじゃんみたいな。響き超かっこいいですよね。うん、すごい険しいけど。険しいんです。結構大変だ。そのプレス、お前優秀なプレスだねみたいなのもやっぱあるんですか。あると思う。だから結局そういうところに人とのつながりどれだけあったりするかとか、そういうところは。ブナだ、今の世の中にはそう、あ、だブナはきっと近いんじゃないかな、うん、やってることとかが裏方なんだけど、なんかちょっと表立ったプロジェクトを進行しないといけなかったりとか、2人が
仕事でも遊びでもどっちでもいいんですけど、今やってて一番楽しいことって何ですか？仕事でも遊びでもどっちでもいいんで。仕事でも遊びでもやってて一番楽しいことパッと出てきます？友達と一緒にやることかな。それが一番楽しい。遊びでも仕事でも。むしろ俺今楽しくないことが一つもない。カットしていい？かっこよすぎるから。マジで一番ってないな。あ、なんか逆にいい質問だったし、なんかその最近、うん、そのうちが株式だから、はいはいはい、一応その会社のなんつうんだっけ、社訓じゃない、企業理念みたいなのを作ろうみたいな話で、この3人でもうしこたま話し合ったんですよ。まあなんかあるそういう人がいて、先生みたいな、しこたま出し合って、その仕事ちょっと恥ずかしいっすこれちょっと恥ずかしいな。だからその仕事と遊びが結局一緒なことが一番人生において幸せだよねっていう、間違いないと思う、のがその一つのテーマとしてあって、だからもうそれは今体現できてるんじゃないかな。遊んでてもね、全部仕事につながるように動いていけば絶対そうなるし、さっきの K さんの話聞いてると、その友達と遊んでて、その友達とつながったこと仕事をするのもプレスのあれじゃない、うん、そうね、そういうところでつながってくるなと思うな。意外と難しい。いや難しいみたいですね、うん、俺もうさっぱりわかんないですけど、難しいと思う。でもわからないって言いつつさらっとできてると思う、レンはそれをすごいと思う。ありがとうございます。すごいと思ってください。やめてください。なんか僕から見ててお二人は結構それができてる二人かなと思って。確かにね、その友達と仕事するっていうくくりだと、バコッと俺ら二人ってハマってるかもしれないですね、そうね、その仲間内でなんか面白いことやろうぜみたいな、なんかしかも意外と共通の知り合いとかそんないないじゃん。マジカズマぐらいで。そうですね。そう、それが俺的にはすごい新鮮で、なんかここ最近出会う人出会う人やっぱ何かしらでつながったりする人多かったから、なんかねそこがいいな、はい、趣味でがっちり仲良くなってる感じ。今話が出たんだけど、カズマさんっては後ろにいるんですけど、あの俺の地元のもう超ここの先輩だったの、で地元に行った時俺会ったことなくて、ああそっかそっか言ってたもんね。こっち来て何で、確かにきっかけは知り合いの女の子が共通でいて、で福島のすげえよくして世話になってる先輩いるから遊び行こうぜみたいになって、で俺怖かったんですよ、急にそんな知らない人、しかも家に行くってなって初対面、あれそうっすよね、そうだね、そうだね、初対面で人んち会うと思って、で何ピンポンしてガチャって開けたら、あの扉にクソでかいピンポンそうそうそう、びっくり、あー終わった最後だ、はいはい、それが出会いだったですね。でそっから何地元どこなのみたいな、福島ので、ここです、隣の中学じゃんみたいな、なんで、でその俺の1個カズマさん上なんで、もう全部かぶってるから、マジでこいつ知ってるわ知ってますみたいになって、そっからよくしてもらってるっすね。すごい、びっくりした。でカズマさんはあの福島にまた戻って、そうだね、お店出す。そうだ、まあ、まだ先ないですよ。何年後っすか、もう言っときましょうよ。まあ、2、3、4年後ぐらい楽
しみだな。うん、その地元でなんやっぱやりたくなるっすよね、なんか地元に帰って、うん、やりたいよ。俺らも農家、いいよ。あ、そうか、やってるもんね。そう、やってる。いいね、レペゼンしてるのが超大事なことだと思う。おしゃれな店が非常に少ない、福島は。かましてほしいっすね。かましたいですね。はい、実家めっちゃかっこいい、ミニクーパーの専門店。パパも久しぶりし、なんかね、あの俺たちが好きなアメ車のガレージとちょっと違うのよ。ミニクーパーで UK だからちょっとね、テンションが違うの。なんかいろいろ飾ってあるものとかもすごいイギリスのテンションだから、ちょっとお上品で可愛い、ね、土臭い感じがなくて行ってみたいっすよ。いや、すごい、いや、好きだと思う。今までの仕事で一番達成感を感じたことは何ですか？うん、これちょっと K さんも聞きたいですね。達成感だから、毎回達成感はあるかも。達成感ってか、やってやったなこれはみたいな。しんどかったともまた違う。うん、なんかこう、あ、わかった、はいはい、そのK さんの中での天気みたいなこと言うんじゃない？ああ、そうしよう。うん、みたいなのってありました。ターニングポイント。あ、そうそうそう。あ、でも展示会ベースになったところかな。うーん、カーサービスが、うん、あ、俺らが行ったやつ。あ、そうそうそう、初めて会った時も、はいはいはい、そのシーズンで洋服を出し始めたタイミングで、うん、なんかグッとレベルが上がったというか、うーん、なんかそれでカーサービス全然世間からの注目度だったりも変わった感があって、めっちゃ実感する。そっからすごいいろいろ面白い案件も増えたし、あ、うん、その前のカーサビを知らないから。その前のカーサビもポップアップベースでやってて、うーん、そう、もうちょっと規模感が小さかった。なんかオリジナルで洋服を作るというよりかは自分たちで版持ってて、うん、もうプリントしたりとか、うん、俺文化行ってて一応ミシンやれるから、はいはい、なんかディッキーズとかレッドキャップめっちゃ買って、うん、崩して作り直してみたいな、ワンオフで作ったりしてて、そこがもう下げ札がついてタグがついてちゃんと一から工場に頼んで服作って、うん、なんか格が上がったというか、うん、そのタイミングでパルプに飲食もできたし、なんか見え方が変わった。それまでは、うん、その、よしじゃあ展示会ベースにしようぜってなったのは何でなんですか？は、その俺が所属してるプレスの会社が後押ししてくれて。あ、そういうことだ。そうなんだ、そう、やってみようって言ってくれて、だすごい、めちゃめちゃいい機会を与えてくれて、なんかもともとプレスで入った会社だったのに、自分がプライベートでやってる活動をすごいサポートしてくれるようになったのがすごい嬉しかったし、いい会社ですね、頑張らないとなっていうか、うん、実は俺たちもちょっと展示会じゃないですけど、お、今後やる可能性が。熱いね、はい、それは洋服を出すの。そうです、うん、もう、来年パタンナーが入るんですよ。あ、そうだ、言ってた。そう、すごいね。で、そいつがもうバキバキ服作るようになったら、はい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 、もう必然的にそうなってくるのかなって。いや、いいじゃないですか、めちゃめちゃいいと思う。来年また面白くなっちゃいますね。なんか俺すごい印象に残ってるのが、レンたちのこと知らない時にうちのショールームにシュガーヒルのスタジャン手合わせ、うんうんうん、あれレンのグラフィー絵なんだよね。そうです、あれが俺的にすごい印象深くて、めちゃめちゃかっこいいなって思います。で、なんか堀さんがグラフィック作って、それをなんかあんなオリジナルの服に落とし込んでるっていうのが俺の中では初で、うわ、すげえいいなみたいな。しかもリクヤとそのレンのつながりも全く知らなかったから、うん、もうリクヤってすごい面白いコネクション持ってんだなって。楽しみだわ、服。そうっすね、うん、
まだいろいろ悩み中っすけど、どんなんでしょう。いや、なんかね、表現方法って本当無限大だから、うん、もうめっちゃいろいろトライしてるじゃん、うん、キッズスタジオの中で、ね、すごいリスペクトしてる農業もその洋服やったりとか、はい、ちょっと褒められすぎて熱くなってきた。本当に、なんで俺呼ばれてんのかすごくて褒めに来た感じ。本当っすよね。本当、そう、すごいよ。すいませんマジで。でもいろんな人に支えられながらギリギリでやってるみたいな感じですけどね。大事な人とのつながりですけどね。最後になりますが、最後だ、お質問はね、ただこれちょっと今のレンズと被るんですけど、お二人の今後のビジョンを聞きたいなと思ってます。まあせっかくだからカーサービスの話にしよう。はい、うん、なんか今年1年すごいアパレルに振り切った1年で、いろいろ洋服も見せれた、すごいいいなと思ってたんだけど、うんうん、なんかちょっと原点回帰したいなっていうふうに、12月の頭に BMW のレーシングカーをプロデュースさせてもらった時にすごく思っちゃって、うんうん、あ、こういうのもう少しやっていかないと、うんうん、せっかくカーサービスだから。そうですね、そう、あれ面白かったですね。でさっきの話にすごいつながるわ、うんうん、ベースが洋服じゃなくて俺たちは車だから、うんうん、その洋服屋さんじゃないっていうのを、うんうん、来年はいろいろ面白い見せ方していきたいなと思ってて、うん、そう、なんか車集めてミーティングするなりとか、うんうん、そういうイベントをやったりしたくて、でそれを都内でやりたいの。はい、俺それで言うと、うん、さっきケイさんのさーって掘りながらうえって思ったんですけど、このキャットストリートあるじゃないですか、うんうんうん、これジャックできないんですかね。どうなんだろう、いけなくはないんでしょ。それジャックして、うん、もうあっから表参道まで、うん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 、でそこに、まあ、バイカーのバイクバーッ、はいはい、車好きの車バーッ並べて、うん、みたいなお祭りがね、そういうのできたら最高だ、あったら面白いなって、うん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 、そう、忘れないうちに言えてよかった。それ、そう、てかそんな感じのようなことをやりたくて、なんかやっぱカーミーティングってなるとなんかサービスエリアで集まったりとか、うんうんうん、やっぱ車持ってないと行けないみたいな、そうですね、なんかあるから、まあ、あえて都内でやって、うん、もうちょっと気になるから電車で行ってみようって言って、うん、免許持ってない子、車持ってない子が見に来れるような環境でやることによって、若い子が車好きになったり乗り物好きになって、あ、車欲しい、ドライブ行きたいとかって思ってもらえるイベントやりてえな、うん、やりたい、ちょうど思ってて、若い子にどんどんその良さを俺たちが伝えていかないと、うんうん、俺たちで止めちゃいけないし、うんうん、しそれ発信するのがきっと俺たちは上手な方だと思うから、うんうんうん、かっこよく見せていろいろ良さを、ね、うん、伝えていきますので、俺たちでそれやろうよ、はい、車のお祭り、乗り物の祭り、うん、もし俺の理想っていうかさっきの妄想でここでやるってなったら、もうこの沿いのそのお店とかとも、もうがっつり全部その服屋さんのがその車をどう捉えてるのかちょっと表現してほしいよっつって、その当日なんかバーンってな、なんか出店してもらえたら、ね、あ、そうそうそう、めっちゃいいね。いやいや、ここでやったら最高じゃん。いや最高だ、ね、歴史よ。なんかあのファッションナイトアウトって、うんうん、あります、ね、9月の半ばぐらいにやってたのときっともうベースと同じじゃん、うん、あれは洋服だからすごいいろんな人集まってて、うん、で別にそれは洋服である必要もないし、うん、そういうのができたら、ね、誰に言えばいいんですかねそれって、ね、誰に言えばいいんだろう。俺らがやりたいよって言ってもらってな、東京都に言うんですかね。あれってどこがやってるの。渋谷区だ、ま、そうだよね、うん、
行政に言うのかな、うん、まあまあまあ調べますちょっとずつ企画してってやりたいっすね。一回なんか試験的になんかカーサービスでちっちゃいのやってみようと思ってて、一回それに遊びに来てほしいかも、でね、ここでアップグレードしたやつできたらめっちゃいいし、そうですね、確かに一回前例作っといた方がやりやすいかもしれないですね、聞いたかお前たち東京面白いことなるぞ、面白いことなるじゃあまあ引き続き、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお疲れ様です